さあ、ということで、今日はあれじゃないですか、ホワイトボードはないんですか。ホワイトボードないですよ。ロケです。はい。メガネ外しなさい、あなた。カンペラがないんだから。いやいやいや、もう別にいいんだよ。嫌いなのよ。ジョージスタイルで今日もわかんないけども、高橋ジョージじゃねえんだよ、お前。ミヒルミカと高橋ジョージじゃないのよ。どこのジョージよ。今日はいやだから所だろうな。ジョージ所しかいないだろう。はい。月島来ました。ジョージ所ですか。はい。月島に来ましたよ、もう。ですよ、はい。しかも朝早いから。はい。もう9時よ。9時。これぐらい映していいんじゃないの。西中通り。もうこれピンと来た人はねいると思いますけども、はい、やっぱりいつもお世話になってるジャングルポケットさんの。はい、今話題の、はい、ノースキャンダルの方で、はい、ノースキャンダルの方のジャングルポケットさん一番危ないんだけどね、はい、実はね、そこはね、そこは一番危ないんだけど、いまだにバレてないバレてない人がいるから、福島のお祭り男でしょ。お祭り男、はい、やっぱおたけさんがやっぱあのタケノコというもの焼きをね、はい、あの月島でやってたんですけど、それがまた移転しまして、新しく、俺さっきさ、ね、あの全然違う住所で出てきたんだけどさ、はい、移転したって新しくなったの。もともとはあの違うところでやってたんだけど、まあ、一応土地開発がいろいろあって、なるほど、新しくなったということで、前々から鬼越トモグリ行かせてくださいって言ったんですけど、はいはいはい、なかなかチャンスがなかったので、はい、今回はちょっと撮影も兼ねて突撃で、突です。あの、ま、一瞬もたけさん何も言ってないの。一瞬さっきキャベツ運んでたよ。いや、こっちは見なかったけど、あそこチラッと通った時、すごかった。もんじゃに必死すぎて気づかれてなかった。ちょっとあそこでだるまのあるところとかが、だよね、多分ね、その辺が。あ、キャベツ運んでた、あ、もう本当にだから。これ、もんじゃストリートと。多分そうなんじゃ。でもこれ、あそこが中見世通り、あ、西中通り。あんまりくらい、ここ、もんか、あ、ここで、違う、これ、だるまさんとかのだるまさんだ。あ、隣のもんじゃん、やっぱり。あ、やっぱもんじゃストリート。あ、これだ、もんじゃ、ここで、これだ。これだ。もんじゃ来てったけど、ほんとにやってんだ、あの人。あ、しかもほら。本マグロ、いうか。で、これ、昨日の日付だからね。今日のおすすめは。あ、おだす、おだす。え、いた？おだす、いた、いた、いた。おだけさん、おだけさん。おだけさん、おだけさん。おだけさん、おだけさん。いやいや、すいません。あ、12時オープン。いやいや、おたけさん。12時オープン。おたけさん、店の人になっちゃってんで。本当に働いてる。ね、おたけさん。おたけさん。12時。12時オープンじゃない。オープン。12時オープンしないでください。9時半でまだ。いやいや、2時間待ちで。本当にキャベツ運んでます。突撃で来たんですよ。ちょっとだから、9時半でしょ、12時半でオープンが。いやいや、あの、ちょっと、忍ばしてもらっていいですか、タケノコ。取材。取材？はい、せっかくなんで。さっき僕近く通った時、キャベツ運ぶのに必死で気づいてなかったですよ、はい、すごい。いや、でも営業準備してるから急に来られてもみたいな。おたけさんもその本当にもんじゃ焼きのスイッチ入れないでください。ちょっと芸人スイッチ入れてください。今回あった早すぎますよ、はい、あと平日の仕込み9時半からって。何よ、ちょっと突撃取材させてくださいよ、はい。取材ってだって君らの声なんかそのいい取材じゃないじゃん。いやいや大丈夫です。そんなことないです。今特にやっぱり、言って、はい、あのジャングルポケットさんやっぱり今あの危機じゃないですか。はい、ダメだよ。今だ。だからちゃんとやんなきゃいけないんだよ。これなんかあの最近太田さんとコラボさせてもらった時に言ってたのが、お母様が監視カメラを見ながらお酒飲んでるって。そう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 。中に監視カメラがあって、はい、ワイン片手にずっと見てるっていう。従業員の働き方です。いろいろ本当聞きたいことあるんですよ。今やっぱりね、お母さんと外揉めてらっしゃる。それはね、まあ、それ言っていいやつじゃない。本当に、はい、ちょっとじゃあいいよ。いいですか、ちょっと。うん、嬉しい、初竹の子。来てくれたんだね。あれですね、オープンが12時からで、今完全にオープン前でおってたのね、うん。そう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 、いいよ、じゃあ今。はい、本当に仕込みしてるんですね。すごいわ、おたけさん。あ、すごいわ。俺、なんか、ただホールで注文取るだけやってるのかと思ってた。違うよ。ゴリゴリ仕込みしからやってる。営業前の雰囲気見せないでくれよ、普通に。オフ、あ、でもちょうどです。サインすごいわ。そんなもん何、もういじんの？ちょっと綺麗にさしてよ。いやいや、でもこのリアルな感じが、ね、ガチでやってるっていう、はい。オープン前だからね、ちょっと。はい、トレンディさんも、あ、ジャンポケさんの。そうそう、そのサインってさ、はい、今のサインじゃないんだよ。だ俺も、だからおたけじゃないから。あ、竹山高校の時の。そうそう、で、太田もなんかわけわかんないサインだし。結構昔のやつよ。はい。まあ、サンドイッチ。あ、いや、伊達さん来てんじゃないですか。はい。じゃあ、伊達さん来るよ。2010年。いや、その後も結構、伊達さんは結構常連さんで。マジっすか？もう結構来られてる。
普通に。ちょっとね、パンサーさん来てますけど、パンサーさんの写真がちょっともう古いね。カンさんが本当にギャル王時代みたいな。その大変なんだよ、サインも結構いろんな方来てくれるから。はいはいはい、芸人も、あ、ジュニアさんも来てますね。ジュニアさんも来てる。もうすごい、2014年冬って。その、ジュニアさんの横のサイン誰かかる？え？このサイン。え？これ結構レアなんだよ。マジっすか？結構レアというか、すごい。これはもう、じゃないんじゃない？これでも本当レアで、松本さんなんです。見たことないでしょ。あ、松本さんのサインですか、これ。レギュラーの。レギュラーの松本さんじゃないよ。レギュラーの松本さんじゃない。レギュラーの松本さんは最近ルミネで、はいはい、行っていいですかって聞かれたんだけど、はい、ちょっと最近ちょっと混んでんだよ。お断りしてるぐらいだから。ダメですよ、先輩のことだったら。松本人志さん。松本さん、そう、2010年だ、前ね。はい。だこの時、うわぁ、写真がすげぇ。若いでしょ、これが。これは、あれ、かじけ、いやいや、一番、あれ映しちゃいます。これ、はい、これ、これ目線、目線これ、目線で、モザイクかけてください。モザイクかけてください。ダメですよ、この、はい。これ、おたけさんのお母さんですか？お母さん。まあ、若い、まあ、12年前かな、はいはいはい。はい。そうですね、2014、13年。ここのお店じゃないよね、だから前のお店。前のとこだ。かっこいいね、かっこいいな。雰囲気がね、はい、もう全然違うよね。僕、この間 SNS 見たら、最近も来られてます。最近来てくれたんで、また、1ヶ月前ぐらい。なんか、千鳥さんも来ました。誰でしょ。その時だ、ノブさんと。ノブさんか。うん、結構、あれさ、テレビでいじられてましたもんね、竹の子自体が。でも、一般のお客さんもいたってことですか、ね、いや、その時は、ちょっとやっぱり。あ、貸し切り。そうだよ。さすがに。何人から貸し切りできるんですか。普通だったら、ここ貸し切りって、やっぱりこう、全部タク使ってほしいから、はい、まあ、30人は入るんだけど。30人入るんですね。まあ、松本さんの時は、はい、4人で貸し切り。4人で貸し切り。特別。いや、まあ、そこはもう、さすがですよ。それはそれはまあそうですよね。ゴッドですもんね。はい、いや、それはそうよ。レギュラーの松本さんが貸し切りするとしたら何人だけダメですか。いや、ちょっとまず並んでもらわないと。きついから。貸し切れない人なの。予約取れないから。今、予約取れない店なのよ。え、あ、そんな、はい、人気なんすか、そんな。基本は予約はもううち取れないから。あー。もう並びで。来てもらうって、ほんと焼肉で言うとスタミナ園と同じシステム取ってから。え、じゃあもう本当に並べばいいと入る。並べば絶対入る、それはもう。でもこんな激戦区じゃないですか、いろんな有名店もある。まあそうだね。中でもう全然もう結構、うん、まあ今はそうだね、はい、まあ他店からスパイ来る感じにはなってる、正直。マジスパイも自分のことをよくスパイだって言うなと思ったけど、でも本当で一人で来られてるから、まあ、うちのバイトの子が、はい、あれだ、この辺に住んでんですかみたいなさくれたら、はいはいはい、どこどこ店のものですって言うのと思って。それで結構それが月島の中でも本当に有名なお店の方で、はい、スパイも完全にと思って。ちょっと聞いていいですか、はいはいはい、気になったんで、サインちょっとあそこ写してもらっていいですかね、はい、2015年6月2日の、はい、まさかこれあれ竹さんのお母さんとですね、これはい、そう、はい、あれ、よしひこ、これそう うちの店ね、はい、結構傷物多くて、ね、傷物、はい、やっぱよしひこさんいるし、よしひこさんのアッパで、アパさんね、アパさんの、はい、ちょっとここよ、あんまりこう出せないんだけど、はいはい、傷物ブースで、はい、アパさんの上見て、え1個上で、はい、で、アパさんの、これは本当にだ、はい、あんまなかなか出せないからちょっとモザイクかけてほしいんだけど、はいはいはい、アパさんの右も見て、右アパさんの右です。あー右も傷も、傷も。傷もね、あー、ほんとだはいはいはい。ほんとだ、しかもリアルな傷も。リアルな傷もなんで、ね。あんまりいじってもよくないよ。そうそうそう。だからちょっとこれは本当にいじれないところなんで。これは実際来たら傷ものブースも、見れるってことですね。そうだね、一通りいろんな方には来ていただいて。松本さん以外で有名な方とかいるんですか。あ、でも田中みな実さん来てるじゃないですか。あ、田中みな実さんとかね。まあでもやっぱ結構僕的には、はい、まあこの方が結構やっぱすごいんじゃないかっていうのはやっぱこう、はい、この方だよね。ちょっと本当初期に来てくれてるから今来てくれてないんだけど、オープン間際は結構何度か来てくれたんだけど、マイナージー、え、2000年春もう結構前じゃない、もうオープンしたてる時に来れたのよ。ちょっと年季入ってますね。年季入ってるし、はい、真田広之さん、真田広之さん、マジっすか。そう最初のうち、まあ、ここの店舗じゃない前の時は結構、はい、ちょいちょい来てきて、大物だ、結構だ、この辺も大物ね、はい、え、それ
マーコー芸人のマーコーマーコーさんね、この辺も雪越えとこのあたりは ちょっと傷物マーコーさん傷物なの、また吉さんも来てる、また吉さんも来てる、ほんとすげえわ。で最近がここだよね、はい、まあ、ここが一番最近のサッシーね、サッシーも来てる。で上が今田さんでしょ、今田さん、藤原さんも来てるし、スタジオさんだと思ったらズンさんだった、ズンさん、はい、工場委員会誰も竹の子2025月に、そう、この間工場委員、この間それ堀健さん、ちょっと堀健さん分かりづらいに書いてサイン、ああ堀健さんなんだ、そうそう、工場委員会終わりで来てくれて、そう、スキージャンプの笠井さんも来てますね、あの船木の時のメンバーのメンバーの笠井さん、あの加藤隆に出る、そうそう、意外とだからこう、ね、芸人さん以外も来てくれてるし、はい、すごいお店だなぁ。うちの店もサインだけで1時間行けちゃうから。行けちゃいますね、もうちょっと。いや、そうよ。ちょっとゆっくりお話しすんでしょ。一応そうですね。僕らサイン鑑定士っていうやつやもんね。あ、そう、はい。僕らがサインを鑑定して、もうそろそろ下げますかみたいな、はい、本当にバラエティでやってたんですよ。はい、店頭にこれ置いとかない方がいいんじゃないですか、はい、みたいな。ああ、じゃあうちの中でもまたちょっと、貼る時の、はい、まあ、こだわりというか、はい、まあ一個あるんだけど、はい、ここもややこしかったんだけど、はい、まあ、これがあの吉本美代子さんみっちょんのサインなんだけど、であのこっち側にあの金山さんと大渕さんのサインなんだけど、一応あの元夫婦なんで話してるっていう、なるほどなるほど、もともとは金山さんと夫婦で来られてたの、来られて、だけどここが離れてこの大渕さんと結婚されたからちょっとちょっと話してるっていう、隣同士には、ちょっとさすがにいじりすぎだろって言われてる、気づかないんですよ。ということは金山さんはもうあのいろいろプライベートであったとしても竹の子大好きなんだよ、竹の子は大好きで、竹の子は大好き、プライベートも関係なくその女性別に、普通ね、あの前の方と来てるお店ってあんま来ないけど結構あるじゃない、気まずいみたいな、はい、本当に好きだ、それぐらい行きたい、チャーハンうちあんだけど、はいはい、普通にね、はい、頼んだ時、まあ、自分で作るんだけど、はい、ちょっと砂糖あるっていうこだわり見せるそうだ、あのチャーハンめっちゃ好きだからね、そうそうそう、家の火力あげちゃうから、チャーハン砂糖あるっていうこだわりを見せるからだから、いやちょっとおもろすぎてサインだけど入れちゃうんですけど、タケノコの魅力もちょっと、いや、伝えたいんで、いいですか、どこの席、じゃあ、まあ、ちょうどここ、じゃあ、ここ、ここで、ちょっと、おたけさん、はい、タケノコについていろいろね、聞きたいと思うんですけど、取り調べ、はい、取り調べです。取り調べ、はい、突撃。太田さんも呼ばせてもらって、僕らチャンネルに。はい、何やったの、その時は。それ、太田さんの反省というか、生きてきて、今までのジャングルポケットというものはどういうものなのかっていうのと、太田さんのちっちゃい頃の話とか。へ、ちょっと経路違くない？普段はこう、なんかランキングみたいな。はい。はい、あの、もうランキングがもう本当に、やることなくなっちゃって。はい、やりすぎた？はい。で、でも今は外録チャンネルみたいな、ね、インタビューを。いろんな方にその人のこと聞くっていうのやってますけど。はい、本当に？でも太田さんとコラボした時に言ってました。おたけと斉藤は俺に全く興味ねえんだ、俺の話をしてくれたことなんか一回もないと確かにおたけさんと結構仲良くさせてもらって飲ませてもらったりするんですけど、うんうん、太田さんのエピソードとか斉藤さんのエピソードを俺聞いたことないぞ、おたけさんから。いや確かに、はい、ないね、話したこと話すスキルもないからね俺に。いやいやいや、それはそんなことはないですよ。でもこの間アメトークで仮バラシ芸人っていう出させてもらった時に太田さんにドッキリを仕掛けるやつでも最終的におたけさんが美顔器でやってたじゃないですか、はいはいはい、最近ハマってるやつ、はいはいはい、あれのせいで太田さんの出代が全部おたけさんになっちゃったんですよそれは怒ってました、ね、やっぱり、はい、いやいや、でもトークで彼は現場で盛り上げてたわけですよ。彼はってやめてください。相方なんだよ。盛り上げてましたよ、もちろん。でしょ？だけどやっぱりちょっと興味ないっていうのも、やっぱりちょっと、もうちょっと俺のエピソード喋ってほしいよなって話もしてたし。でも太田さんは言ってましたよ。はい、その、在学中、NSC12 期の時、おたけはもう飲み会とか酒飲んだら、もうさんまさんだった。それのリスペクトがあるらしいですよ。やっぱその最初のイメージ。確かにね。おたけは最終的に何かすればできる子っていう太田さんはあるらしいんですよ。で一時期あったのよ。なんか、はい、例えば番組とかでも、ちょっと俺がお酒を飲んで、はいはい、なんかやんなきゃいけない企画みたいのがあった時に、はい、まあ、やっぱそれ何度か跳ねさせていただいて、やっぱ酒飲んだらおたけ、はい、いけるんじゃないっていう時に、はいはいはい、
通常ゲオから飲んじゃうみたいな感じで、プライベートで飲んじゃえばみたいな、あるじゃん。はい、言わなきゃいいわけよ。わかりますよ。別にバレなきゃね。ちょっとこういう緊張するときに入れちゃうって言うじゃん。はい、でも俺、ちょっと違うのは、ブルブルなんだけど、いっぱいにありじゃなくて。もうワンカップちょっととかじゃ無理なんだね。もうちゃんと酔っ払って、ちゃんと次の日残るぐらい飲まないと。はい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 、はい。うん、でもな、確かにな、ね、お酒もうなんかね、僕らも伊地知さんとか、まあ、屋敷とかアントニーとかみんなに飲ませてもらって、うん、何回も飲ませてもらってるんですが、うん、おたけがすごいよ。おたけさんがもうやっぱり本当にさんまさんっていうか、もうバーマースし、あとめちゃくちゃボケるし突っ込むしで、モテるしね、あと信じられないモテるからね。今いろいろね、いろんな報道で話題になってますけど、実際ジャンポケさんで一番モテる人は順位でつけると誰なんですか？おたけさんがつける。いや、だから当時 NSC、 いや、じゃあ NSC じゃなくて無限大ホールで若手の時にちゃんと人気があるってあるじゃん。はい、そうですね。お客さんに はやっぱ太田が多分あったの。ああ、そうなんですか。うん、そうなんですか。出待ちも多いし。意外な。で、斎藤はああいう感じだから、はい、まあ、人気はあるのよ。はいはい、ただこう女性人気のワーキャーとかじゃないんだよね。はい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 。で、俺は、本当のこと言って全然人気なかったけども、うん、結構外飲み行ったりして、そうですね。プライベートで、あんまりこう、お笑い知らない子、はい、その辺をつまんでたね。だから、ね、その、下水言い方つまんでたって。お笑い好きは、なんか俺のスタンスをやっぱりもう知ってるじゃん。はい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 。だから、あんまり俺に引きはないのよ。はぁ。だから関係なく全く知らない子で、逆に言うと、あ芸人さんなんですかぐらい、やっぱりその俺も分かられてないことが多かったから、そっちの方がなんか得意だったというか、だから逆に言うと、ハードルが全く上がってない状態だから、なるほど。そこの方がいいわけよ。芸人って言われちゃうとちょっとまたあれだけど、知ってたらあれですけど。芸人好きってハードル上げてくるわけじゃん。劇場は行ったことないけど、テレビでジャングルポケットを、ね、見て、言われたらもう分かるみたいな、そう。レベルの子たちは、そうだね、すごい。でも積極的じゃん。だってやっぱその俺はもうノブ、うん、君とおたけさんが、うん、あのまあまあ、つるんでたあの、まあね、あの暗黒時代、ね、あのすごい時代ね。あと伊地さんとあの時代ね。あれですよ。でも本当にね、まあ自然に多分芸人デビューじゃないんじゃないかというのは思ってましたね。地元、この辺が地元ですもんね。地元月島だけど、はい、ついに生い立ちトーク。いや、多少の軽くね、要はイケイケだったんですよね、はい、学生の頃とか地元にいた頃は。イケイケってわけじゃないけど、やっぱ下町だからさ、はい、あ、やっぱ下町に生まれ育った人間ってさ、はいはいはい、まあ、なんとなくみんなちょっとさ、まあまあまあ、わかる下町、まあ、まあエネルギッシュ、江戸っ子みたいな、江戸っ子系のなんかちょっとノリがあるから、はい、お祭り大好きな感じのね。そう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 、はい、月島生まれ月島育ちですか。そう、うん、すげえな、両津勘吉みたいな。すごいね。え、それで悪そうなやつは大体市場っていう。悪そうなやつは大体市場に市場叩いてるから、友達たち市場なんだよ。築地の市場の市場で。そういうことか。もう周り大抵月島の先輩たちは、まあ同級生あたりもそうだけど、みんなちょっと悪そうなやつは大体市場だから。悪そうなやつは大体市場。友達じゃない。でもテレビとかで有名なマグロ屋さんとかで、はい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 、うわ、マグロ屋すごいですねとか切ったりする、こんな出てるじゃん、はいはい。結構先輩いたりするから。仕事としてはすごいのよ。なるほど。じゃあみんなで悪そうなやつ市場行って働いて。じゃあ結構芸人になるっていうの結構珍しいんじゃないですか。だからでも、はい、知ってる方やね、いることわかんないけど、はい、先輩でいうカタツムリ。はいはいはい。の、はい、本マグロさん。そう、本マグロさん。はい、本マグロさん。中沢本マグロさん。さん、はい、そうだよ。本マグロさんだけじゃもうただの魚だから、マグロになっちゃう。中沢本マグロさん。中沢本マグロさんっていらっしゃるんですけど。はい、芸人の先輩ですよね、先輩。はい、吉本では2年先輩なんだけど、はい、まあ、この月島という町では、1個後輩なのよ、俺は。うわぁ、そうなんだ。ちょっとそこがややこしいんですね。ややこしいの。はい。まあ、それはちょっとなんか俺が NSC に入るってなった時に、やっぱ、向こう的には、はい、えってちょっとやっぱなって、はいはいはい、地元の先輩ですもんね、入ってくる。で、結構本マグロさんもこうやんちゃな感じでこう振る舞いしてたから、はいはいはい、ややこしいなってなるじゃない。そう、先輩が来るってなったらね。でも俺はやっぱそういう世界だから、うん、もう入った以上は完全後輩なわけで、普通に後輩として生きてたわけよ、はい。でもさ、吉本で後輩の動きしても実際月島に戻ってくるわけじゃん、はい、はいはいはい。で、それは周りもいるわけよね、友達、はい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 、まあ月島ってちっちゃい町だから、
もうわらわらって居酒屋ぐらいしかなかったのよ、うんはい、なるほどなるほど。でみんなそこに飲み行くわけじゃない、はいはい、で僕が行った時に、まあ、同級生と行った時に、まあ、いたわけ本マグロさんが、はいはい、本マグロさんはまあ言ったら1個下の友達といるわけだよね、はいはい、俺は同級生、はいはい、全部1個上なんだよ、はい、となるとその中澤本マグロさんの周りの後輩とかは結構上下関係この街激しいから、はいまあ、俺も含めて俺ら周りにあざすってもうこういう世界なんだよ、はいはい、なりますよね普通に、はいはい、だっておざすっていう本当ちょっとちゃんと肩入れて、はいはい、で俺は本マグロさんいるから帽子取っておざすってなるわけじゃん、はい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 、となったらちょっとややこしいんだけど、ややこしい、向こうとしたらえなんで竹山くんこうなってんのってなるし、はいはいはい、俺の同級生はなんでお前に挨拶してんの、はい、で逆に俺の同級生あたりがちょっぴりつくみたいな、はいはい、あそうなんだ。でもこの世界って本当に分かんないじゃん、はい、分かんないですね。芸人しかこの分かんない上下関係でしょ、はい、年も関係なく入った順っていうね、このね、それはあったけど、まあ、それぐらいがある、それぐらいの街よ、上下関係あってちょっとやんちゃというか、なんかこう、ね、はい、うん、あるでしょ。なんか例えばじゃあNC 入った後はご飯食べようってなった時は本マグロさんがおごってくれるんですか？経験ないね。おごってもらって やっぱ気まずいんじゃないですか、一緒に本マグロさんあんまり、はい、だから、うん、あんまり例えば飲みの場とか、はいはいはい、数回あるんだけど、はい、やほぼ交わってないんだよね、これは。だからお互いが、だってでも僕本マグロさんに聞いたことあるんですよ、うん、実際おたけさんどうだったんですか、うん、地元では。おたけはやばいよ、まあ、噂は聞いてます。やばいよって、ねはい、だから普通の子だ、子供だったんですか、小中高。普通の子供、普通の子供でもヤンキーではヤンキー、ヤンキーではない。ヤンキーはやっぱいたんだけど、はい、暴走族とかってことじゃない、は俺はなってないから、うん、でも実際問題周りとかはそういう時代だったからね、前から、はい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 、まあそういうのは全然ある時代。ああ、じゃあもう周りが全員悪いから悪く見られてた。悪いやつがいたよね。でもやっぱり喧嘩とかもしてたんですか、じゃあお父さん。喧嘩も、うん、まあまあしたこともあるけど、みんな人並みよ。いやでも俺は太田さんに聞いたのは、月島対どっかの構想があると、東京リベンジャーズみたいな、その戦闘がおたけさんだったんですよ。身体能力がマジで半端ないから、そのロンハーとかスポーツテストとかめちゃくちゃすごいじゃないですか。あいつは本当に一番やばいんだよって太田さんが言ってました。まあ一回確かにそういう俺が最初こう言った時あったんだけど、はい、まあイメージね、はい、イメージ、まあ、クローズって映画あった時に、はい、クローズありましたね。まあ戦闘行ったやつがジャンプして大体こういうイメージ走っててね、あれをやってる、はいあの、わかる、このイメージ。後ろに人いっぱいいて、一人だけですね。特攻隊長だ。特攻隊長、完全に。あれはなんか見たことあるなっていう。あじゃあ、ヤンキーですよ。あもうヤンキーだじゃん、これ。いや、でもなんかこのスタンスはなんかあったけど。でも入ってはないんですもんね、暴走族とかには。暴走族には入ってないんだよね。はい、でもそっちとも仲いいタイプだし。まあ、そうだね、そういう、周りがそうだったから、はい、俺はめっちゃ仲いい感じじゃなかったんだけど、はいはい、周りがめちゃくちゃ仲良かったっていう、そのいびつな関係というか、あるじゃん、そういうの、はいはい、ありますよ。まあまあね、わかります、うん、入ってないけど、そう、俺はめっちゃ仲いいわけじゃないんだけど。え、それで、あの実際運動神経めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、こう運動はやってたんですか、ちっちゃい時から。運動はスポーツは一通りやったね、はい、習い事とかでもサッカー、バスケ、野球も一応やってたし、まあ、水泳やったりとかって一応やってるし、まあ、なんせ足は速かった。ああそれは言ってましたね、まあ、まあまあ確かに。だから小学校の時も俺サッカーちょっとやってたんだけど、小学校サッカーって分かると思うけど、はいはい、めちゃくちゃ足の速さ大事じゃん、まあ、大事ですね。足の速さでほぼ決まるみたいな、前にボーンって蹴ってみんな走ってて、走ってて、よいどんどん追っかけっこみたいになるじゃない、時には早すぎるから、はいはい、もうやっぱり当たり前のように誰も触れないわけじゃない、はいはいはい、だから自分もあこれサッカーいけるって勘違いするわけよね、はいはい、で小学校高学年の時にちょうど J リーグが始まったのね、はいはいはい、その時ってなんかさ J リーグのなんか基準がもうさ、ベルディ対マリノスみたいな、あもうまさにその2強でしたね、巨人と阪神みたいなね、あったじゃない、完全にそう。でそれ以外はそんなね、でやっぱサッカーの王様といえば数だよね、数です数、まあ、ラモス、武田さんとか、はいはい、北澤さんとかの時代のベルディってもうスター選手の憧れみたいだから、はいはい、ベルディ行きたいって言って、ベルディのジュニアユースってまだ一番ちっちゃいところに
受けに行ったのよ、友達と。はい、で俺結構身長低くて、はい、もういった小柄だったんだよね。はいはい、実際行ったらさ、全国から。もう嫌だって、まあ。あの時のベルディですから。そう。だから、感覚わかんないけど、はい、もうなんか俺からしてもちょっと圧倒されるみたいなことだったのね。で、サッカーでちょっとこうミニゲームとかやったり、やっていくと、まぁ、あ、ちょっと上手い子だけこう、ちょちょちょってこう上の人が呼んで、で、こうメモして名前やつのっつって、まぁ、あ、合格なのかな、そんな感じだったんだけど、まぁ、あ、呼ばれることもなく、あ、もう普通にダメだと思ったんだけど、最後に足の速さがあって、もうザックバラン、そんな陸上競技場でもないから、でかい芝生の上だから、ここからここまで言ったら、よーい、ドンって、あの小学生がよくやるようなやつで、勝った上位の人が人数多いから、一番の人間だけちょっと呼ばれてみたいなっていうのがあったんだけど、いろんな人いたんだけど、これそこで1位だった。その当時のベルディの。そう。言ったトレセンみたいな、全国からみんな集まって。1位で、呼ばれて、最終のオーディションまで残るのよ。うわ、すげえ。ね、はい、やっぱそうなんだ。足の速さ大事だと、はいはい。大事ですよね。その時、はい、多分、サッカー選手になった人もいるんじゃないですか、その時一緒に走った人も。いるかもしれないね、それは。で、それでさ、最後はちゃんとしたサッカーだから、はい、もうフルコートでチーム分かれてサッカーしましょうっていうのが最終審査なんだけど、バッてやって、まあ足速いから、それは魅力なんだけど、一回もボール触れなかった。ずーっと走ってたんだもん。もうみんな上手すぎて、だから、上手すぎて触れない。オフザボールの動きというか、もうほんとずーっともう裏に抜け出すような動きはしてたってことですね。あ、どれが俺がみたいな感じだから、こうなかなかこうあれだから。みんなパスとかしないですもんね、ただ走って。ただ走って。岡野みたいな。岡野みたいな。ただ走って。来なくてちょっとなんか。岡野も一応決めてはいるからね。触ってはいるの、何回かは。いやで落ちてみたいなのがあったけど、まあなんか足だけは速かったね、そっからも。もしかしたらちゃんとサッカーやってれば、今プロになってたりとか、それ可能性もあるんですよね、多分。ね、あったというか。まあサッカーはまあまあセンスはなかったと思うね、でもやっぱり足だけ。お母さんがやっぱ運動神経良かったんですか？そうだね、うちの、ね、母ちゃんも運動神経良かったんだよね。ああ、それもあって。俺、それその時からタケノコってやられてたんですか？やってない、やってない。え、いつからなんですか、タケノコ自体？どういう、月島で育って最初、親はどういう感じで？もともとここじゃないとこがあったんだけど、はい、うちの母ちゃんは、うちのおじいちゃんが工務店持ってて、はいはい、大工さん、大工さん、はい、大工さんの工務店持ってて、はい、そこで働いてて設計したりとか、まあ言ったら全部こう現場を指揮して、親方みたいな感じの、はいはいはい、女親方みたいな、トラック乗ってって感じでやってたから、はいはいはい、ずっとうちのおじいちゃんのところで働いたんだけど、まあうちのおじいちゃんも年でもう工務店辞めるみたいになって、はい、でその時にたまたまその前のお店のとこがね、はい、荷物置きだったのよ、はい、大工さんの時飲食店じゃなかったんですね。ここが全部荷物置きだったみたいな、はい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 、簡単に言うと、簡単に言うとこれぐらいの規模が、はいはい、で、月島だからこれもうやめるってなったらもったいないじゃんってなって、うん、じゃあもんじゃ屋でもやるかってなった。月島ではもんじゃっていうのもその当時からもう、うん、それがちょうど俺が高校生の時ぐらい。はあ、じゃあ初代もんじゃのたけのこは何年創業なんですか？これ見れば分かる、はい、何年書いてる？あ、1998だ。98、はい。あ、じゃあもう本当にフランスワールドカップとかそういうことですよね。1998年って25年25年前ぐらい。あ、前が、じゃあ初代タケノコ。初代。それお母さんと従業員の方でやってたんですか？姉ちゃん。あ、姉ちゃんで。姉貴、うん、はあ。え、で、はい、ここの新生タケノコはいつからでしたっけ？今年の3月21日。321。それはあれですか、これやっぱオリンピックで土地開発の流れで、うん、元々のところが開発するからっていうので閉めることになって、はい、で今こう、まあ、仮店舗だから、はい、もう一応 5年だからね、借りして結構じゃん。あ、じゃあ5年やったらまた元の場所に戻るとか。戻ることになる。あ、ここ借りなんですか？借りなんだよ。にしては綺麗だよな。あ、確かに。一応まあ01で作ってるから。あ、もうゼロから。あ、そうなんだ。じゃああれですか、おとぎさん、本当に5年後見据えてのあれだったんですね。ここの場所でずっとやっていくわけじゃなくて、もう5年後に新しい店舗に、うん、そうそうそう。で、とりあえずここをやったんだけど、はいはい、まあ、ちょっと話前後するけど、そのさっきみたいに、ちょっと最近お客さんたくさん来てくれて、はいはいはい、なんか5年でいなくなるのも嫌だよなって、なんかどうにかなんない、ここの場所どうにかなんないかなって。前の店舗ってどれぐらい離れてますか？もう結構だ、もうまた、この商店街今入り口なんだけど、はいはい、ね、逆に前の店舗は商店街を
出る方だから、結構一番最後で、はい、やっぱここがやっぱなんかいいんだよね。でもそれこそ聞いてますよ、はい、先代のおかみさん、お母さんが今までやっぱり、ね、支えてきた初代竹の子あって、うんうんはいはい、で今回やっぱりおたけさんが主人となって亭主になってガラッと変えたわけじゃないですか。まあいろいろまあ変えるんだけど、ねはい、で大塚家具ぐらい揉めてるって聞きました。ね、でもいい売り上げは上がってるんでしょ。売り上げ上がってるけど、売り上げ上がってるけど、それな何で確執があるんですかそんな。それだってもうずっと、うん、芸人やりながらもずっと月島でお母さん大事にしてきたわけじゃないですか。テレビもなんかそうなんで、そうつもりだったんだから、ね、芸人もバイトしたりしてたじゃないですか。しかも仲いいですよね。うちはすごい仲いい、うん、まあいろんなテレビでね、はい、見てる方もいらっしゃると思うので結構仲良くさせてもらったんだけど、はいはい、なんだ商売って難しいなと思って、はいはい、いや、あるんだよ。そもそもその揉めた理由っていうのは何ですか。言える範囲で流せる範囲で、えどういう、これでまた揉めてしまったら、いや大丈夫お母さんから YouTube 見ないだろ別に。まだ分かると思うけど、はい、まあ、こうメニュー一つでも、はい、もうおたけスペシャル、おたけスペシャル、おたけの盛り合わせ。え、なんでこれ、おたけの盛り合わせ、これめっちゃギャグやってくれるとかそうですか。おたけの最高潮とか営業とこと、おたけの盛り合わせ、おたけの盛り合わせはもう、はい、その日のおたけの気分で、はい、顔を見て、はい、今日金ちゃん何食べたそうだなっつうのを盛り合わせて出すみたいな、はい、なるほど。なんかちょっと言ったらシェフの気まぐれサラダみたいなことみたいな、まずまあ勝手なことやりだしたって、はいはい、あれが。でもまあおたけさんのお店だったら全然ありですよね。要は広告になってるわけじゃないですか。しかもおたけさんで料理めちゃくちゃうまいからね、うん、こう見えてめちゃくちゃグルメだからね。そうグルメだし、だってあの本当にジャングルポケットさんのあの全国単独でネタ作り太田さん、大ボケ斉藤さん、グルメ太田さんっていう、そうそう、打ち上げ場所、打ち上げ場所太田さんに任せてね、もう決まりだったんですよね。あとでもあの2人があんまりグルメじゃないっていうのもありますよね。そうなの、あそこはありますよね、うん。えでこのおたけスペシャルとか作って、でそれだけで揉めたんですか。いやだからなんか簡単に言うと、はい、なんかどん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 やっぱり25年間うちの母親も作り上げてったお店を、はい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 、やっぱ俺が俺色にこう染まっていくのが、はい、最初はやっぱ任せてお願いってあったんだけど、うんうんうん、やっぱちょっとさ嫌なとこも出てきちゃったりするし、はい、なるほどそうなんかシャンパンとかも結構あるんですよね。まあ、シャンパンは一応メニューには入れてないんだけど、まあ正直だし、シャンパンをちょっと俺メニューだと思ってみたけど、これ何なんすか、ボディ&フェイシャルメニュー、これ何なんすか、これこれもんじゃ焼き屋で見たことないですよ。意味が分かんないですけど、まあ、お付き合いだからね、まあ、銀座のママが貼ってたんだけどこれね、そこにこういうことも勝手なもう付き合い、はい、さっきのシャンパンにもつながるんだけど、まあ、昔だったらそういうのはないけど、まあさ、でもそういうもんでさ、はい、俺らもこういう仕事してたからさ、はい、やっぱりさ、普通に来てたらシャンパンなんてあんま飲まないじゃん。飲まないですよ。だけど、こういう仕事してたらさ、はい、シャンパンを飲む場とかってやっぱあるじゃん。あります、あります。でしょ、はい、うん、別にプライベートでさ、シャンパン飲みたいとは思わないけど、なんかシャンパンがある環境ってあるじゃん。はいはいはい、はい。だからそういう方と飲むことも増えるわけじゃん。はいはいはい。っていうことがやっぱり起こり得るわけ、ここでも。はい、そういうお客さんが、はい。みんなでシャンパンを求める方が来てくれるようになっちゃうわけよ。はいはいはい、月島なんて正直なし、シャンパン飲んだことある人なんかほぼ誰もいないんだから。そんなことないと思いますけど。本当に。まあでも、お祝い、祝い事の文化じゃないですか、はい、芸能界は。なんかそういうのがやっぱ増えることによって、やっぱね、それこそ銀座のママつってもやっぱシャンパン来たから、はいはいはい、うちの売り上げ貢献したいから、売り上げ貢献なんてやっぱりできないわけよ、もんじゃとか。だから、シャンパンとか、高価のお酒ないのって言われた時に、置いてないとね、だからちょっとこう忍ばして置いといたりとか、はい、まあなくてもバイトがちょっとこう走って買ってくるっていうなんか、うん、見たことない光景がたまにあるんだよね。裏メニューってことですね。もんじゃ焼き屋でシャンパンを買いに酒屋に走るバイト。見る。おもろいな、でも。それは、だから、でも、あれですよね、わざわざもう竹山君のとこ行こうって来て、もうお金を使いたいお客さんのことですよね、うん。やっぱそういう方もありがたいこといらっしゃって、まだそういう方はやっぱ商売って結構意外とさ、まあ、ね、まあ、優先しちゃうじゃないけど、ちょっと多少あるじゃない。そりゃしょうがないですよね。でもこれ言ってたけど、この間俺話したの。うちも実家居酒屋じゃん。はい、で、その居酒屋トークじゃないけど、飲食店トークしたのよ。はい、そしてやっぱりこれ席数決まってるから、はい、これ回転数も大体同じというか、まあまあまあ、何回転かしかしない、うん。ってなったら、客単価上げるしかねえんだよ、つって。小竹さんがよく、客単価ってよく言ってるよね、二人とも。同じだからやっぱ回転数はある程度、うん。いくらだっけ居酒屋金ちゃんは。うちは、一番ひどい時650円。だ
どういうことだ。どういうこと。一杯いくら。え、一杯でも500円とか450円で。100と150円。落とし200円で。それだけのみたいな。はい。で、さあ、はい、こんだけたら、まあ、お客さんだから、これはもっと言えないんだけど、はい、やっぱそれでさ、はい、2時間粘られたらきついのよ。おたけさん、うち5時間です。5時間粘られて、ずっと。カラオケなんでしょ。カラオケあります。カラオケあっちゃおしまいだよ。ずっと入れるから。でも、うちのお客さんって歯がないんで、基本的に物が食べれないんですね。だから、湯豆腐頼んで、はい、お湯だけ飲んで帰るパターンもあるんですよ。一番グルメだから。グルメだけど。お豆腐のお出汁だけ飲んで帰るパターン。いや、だから、そうじゃダメなんですよ、ね、そういう、そういうお客さん、お母さんの頃いたんじゃないですか、はい、もうお金ないけど通ってた。いや、本当にリアルな話いたよ。一人で来られて、うん、ここで一杯もんじゃ食べて、食べたいとか、方本当いらっしゃったりとか、うん、まあ、すごいそれを邪険に扱うことないよ、そのお客様は、まあ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 。だけど、今みたいにこう、ちょっとやっぱ、こうなっちゃうと、ざわついてなっちゃうと、ね、どうすんだっていうさ。あとちょっとお母さんにもちょっと問題あるというか、その話聞いたんですけど、やっぱ先ほども、りょうちゃんが言ってたんですけど、バイトの方たちがレジやってるとこ、それをその防犯カメラで見ながら酒を飲むのが趣味だって聞いたんですよ。ね、マスクに防犯カメラがついてるんだけど、それどういうことなんですか。いや、わかんない、もうカイジみたいなことだよね。カイジの世界だよね。カイジの世界で一応確認して、はい、本当に別に誰かがお金を取るとかって疑ってるわけじゃないし、はいはいはい、常にこう店の状況を見て、はい、お酒を飲んでるっていうのは、はい、もう本当に今通りカイジ女帝だから、女親分というか、ビッグマムというか、その女で一つでやってきたんだっていうプライドはあるわけですよね。これはだってあるよ、はいはいはい、どう考えても、はいはい、そこは俺もちょっと尊重しなきゃいけなかったっていうところが意外とこうなっちゃって、はい、まあ今ちょっと回復の方にちょっと向かってんのよ。ああ、そうなんですね。ちょっと、うん、最悪のところは脱したのよ、はい、はいはいはい、最悪の時は本当ひどかったからね。最悪どこまで行ったんですか、はい、まあ、この距離感で、はい、親と俺がいた時に、まあ、ここバイト、まあ、金ちゃんバイトだったら、はいはいはい、親に伝えたいことを金ちゃんに言ってるくらい、うわー、あ、じゃあこう本当に、うん、仲悪いな、中継して、うん、はあ、もうこれで結構じゃん。そうですね。それとお店にもお母さん出てるんですか。今出てるんだけど、今日は例えば今日俺出勤だから、はい、もう俺は今日やるんだけど、はい、今日はまあ母親は来ない。じゃあおたけさんがいる時は基本的にお母さん来なくて。でもこれはね、俺は顔を合わせたくないからとかじゃなくて、はい、まあ、単純にもううちの家も年だし、足もちょっと悪いのよ、うん、あ、だから結構こうフルで働くってやっぱしんどくて、はい、だからそれはそれで今日はもう俺がいる時は来る必要性がないから、俺ができちゃうから、なるほど、っていう気持ちもあるんだけどね。その時は監視カメラだけ見といてくれと、はい、まあまあまあ見て、今もしかしたら今も見てます。はい、今見られてる、今見られてる、こうやってお前らがうちの親を話してる時の上でずっとみんながタバコ吸いながら見てる感じ。デスゲームみたいな。これ本当にこれも噂なんですけど、あの、間違ってたらすいません、一般のお客さんには絶対ないって聞いたんですけど、お母さんがおたけさんのファンが来るとちょっと接客が冷たいっていうの聞いたことあるんですけど、それは本当なんですか。だからね、こればっかしもあれなんだけど、はい、ファンだから冷たいはないのよ、はい、はいはい、これやっぱり商売見てる方、はい、まあ、これファンの方も見てると思うから、はい、みんなにが該当してるわけじゃないよ、はい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 、さっきの話じゃないけど、はい、やっぱファンの方って俺のことついてきてくれるノリがあるから、まあ、ね、もしかしたら俺が来てくれるかもしれないってなるわけですよ。はい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 。時に正直メインをうちの店でもんじゃを楽しもうっていうのは2個目なんだよね。なるほど。なるほど。この店来たら俺に会えてっていう方もいる、ね、ゼロじゃないでいるんですよ。もちろん、ね、そういう方は変な話、さっきの話じゃないけど、もんじゃ1個頼まれてお酒飲むわけでもなくお水頼んで、さっきの2時間ずっといられたら、なるほど、ね、うちの親としても商売なんないよっていうのを、はいはいはい、まあ多少ね、アピールっていうか、はいはい、いうので、まあ、飲食店としての注意というか、でその注意の仕方が悪いってことだね。悪いとか、まあ、はい、睨みつけるだけ。絶対ダメだね、それね。飲食店として絶対ダメですよ、ダメ、睨みつける。でも席数が、まあ、限られてるからね。もう、はい、だって、大型店もあるじゃないですか、月島のもんじゃって、うんうんうん、もう観光客でごった返してる、うん、じゃなくて、うん、ちゃんと一人が目を見れる接客というか、そうなの、だから俺はだからでもかといって俺もお金ないしさ、その店でかくしたいんだけど、うん、もしかしてね、もしお客さんが、はい、
たくさん入れるようになるからさ、はいはいはい、もう今だったらいろんな支援みたいのでさ、はい、クラウドファンディング、はい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 、そういうのあんの飲食店の新しい店舗でクラウドファンディングか知らないけど、いやいや、まあ、あるじゃないですか、それやりたいと思います、はい、今だったら、はい、お金集まると思います。そういうので皆さんがね集まって新しい店舗ができたらで、はい、その出してくれた人には還元、はい、そうですね、させていただければってなるわけじゃない、はいはいはい、それでまあね、1000万ぐらい集まったら、ちょっといいよ、いや、でも俺集まると思うよ、いやでも全然大丈夫ですけど、あのびっくりなのよ、その、大体お金集めるときってその、ちゃんと家族うまくいってますとか言うじゃん、いやいや、 うまくいってませんつって集めるのは斬新ですよ、大体うまくいってて金がない人が集めるんですけどある程度金あって家族とか悪い人が集まることないですよ。いやだからそれが集まることによって仲良くなりますから。でも待ってください、売り上げおたけさんが入って上がったんですよね。それはね上がってるね。それを評価してくれないんですか、売り上げじゃないですか。いや評価はしてくれてるみたいなんだけど、うん、やっぱそれ以上に俺の言動こう行動、言動行動がやっぱりっていうのがあるんだけど、まあそこは徐々に埋めようかなっていう。でも本当にこれタケノコ内の問題でもあるし、うん、月島自体がやっぱタワマンとか新時代にで変わってきたじゃないですか、うんうん、ちょっと面白い日曜劇場みたいになってない、まあね、なんかそうなんだよ、だから下町ロケットとか下町もんじゃ、下町もんじゃ、いやいやそれもんじゃだから下町もんじゃ、下町もんじゃじゃないですか、ね、タイトル決まってる、はい、もんじゃ大戦争っていうヤンコ大戦争みたいな、ヤンコ大戦争でもあるかもしれないですね、そのジローちゃんとかバカリズムさんが書いてくれたらありえるな、確かにその人によりますけどね、しかもだって今って月島のもんじゃブランドが上がってきて、うん、昔ってちょっと駄菓子感覚で食べるからね、もともとねもんじゃなんて、そうなんだよ、やっぱちょっと高級志向な感じになってるじゃん、しかも月島だけじゃなくて渋谷とかいろんなところで もんじゃめちゃくちゃブームになってるというか、うん、結構でかいところチェーン店で高円寺にもあるじゃん、あの東京駅にもある、入れなかったりするんですよ、めちゃくちゃ混んでて、うん、一緒じゃないけどね、あそことはこうちは全然ものがね、そう味にはすごい自信あるから、そう、ね、せっかくなんでちょっとなんか、うん、おたけさんおすすめの一品食べる、いや確かに、はい、僕、まあ、ほんと聞いたのが、うん、結構創作もんじゃとかがいろいろあって、ここでしか食べれないっていうのが、で太田さんも言ってたんですけど、やっぱ食ったけどやっぱあいつうめんだよと、うん、正直まずいって言ってねだりしたいんだけど、やっぱ太田家やっぱセンスあるからうまいんだよって、結構みんなね、あのそれこそ松本さんとかも、あそうそうそう、テレビとかでもみんな味おいしいみたいなの言ってましたよね、いや結構その松本さんの褒め方すごい嬉しくて、うん、はい、なんてことないんだけどなっていう褒め方してくれたの、あなんてことないことやってんだけど、はい、もんじゃとかそういうってが うまいって、はい、結構それって嬉しいで、すごいこと、そう、はい、なんか別にそんなものじゃ、はいはい、別に和牛とか超高級牛、まあね、なんとか食材を入れてるとかじゃなくて、なんてことないんだけど、なんかこう、はい、で結構松本さんいろいろ食べてくれたら嬉しかった、そういうのは嬉しいね、い確かに、だか、うん、素材が実際味で勝負してるところですもんね、そうだよ、タケノコはその、うん、芸能人がやってるお店っていうんじゃなくて、もともと味で、そう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 、このもんじゃ大戦争を勝ち進んできたわけだから、意外と芸能人がやってるお店って評判悪かったりするじゃないですか、どこ味はどこどことかじゃなくてさ、どこはちょっとやめて、まあでもあんまだから言ったらその、はい、まあこんな言い方あるけど、そっちの方が多くない、まあ多いと思います、はい、まあ例えば金ちゃんだったらもともとこう実家をもし受け継ぐとなったら実家の味があるからだけど、はい、こう新規開拓で芸能人のちゃんとやってる店って俺聞いたけど、はい、春の愛さんしかないらしいから、はい、お好み焼き屋おいしさん本気で現場に立たれてて、なるほど、ガチのやつはガチでやってんのって大体は名前貸してそう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 本人はいないみたいな、そうそうそう、焼肉屋やってその人の名前ついてたら変なことなんかあるけどね、大ジュースとかね、あるジュースとかは、あそういうんじゃないから、うん、じゃあちょっと待って、俺作ってもらう前にこれだけ聞きたいのが、うん、こんだけいろんなお客さん来て、うん、まあ、芸能人の有名人も来てますけど、うん、ちょっとじゃあ俺らのチャンネルでしか喋れないちょっと面倒くさかったお客さん、うん、有名人とか芸能人で、本当にありがたいことで、はいはい、うちのお客さんこんだけさえあるんだけど、はい、本当皆さん、はい、まあ、言ったらマナーも完璧だし、はいはいはい、本当に気使っていただいてあれなんだけど、はい、本当一人だけね、はい、まあ、迷惑というか、はい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 、来ないでほしいっていうこと、はいはい、ほんと一人だけマジでいいのよ、はいはい、誰ですか、中川パラダイスこれがね、いやちょっとショックな仲良くさせてもらってほんとね、はい、何ですかパラに来るのよ最近ちょいちょい、なんか家近いんですよ、まあ、家めっちゃ近いですよね、月島の方に近い、まあ、どっか、まあ、この辺でパラにはね住まれてから来るんだけどね、はい、まあ一緒に来られる方とか
かがちょっとまあお金持ちの方なのかな、社長芸、社長芸の人だから、社長芸の人です。いやでもわざわざ確かにうちの店来てくれて、はい、それこそさっきの知らないけどシャンパン入れたら、まあまあまあ、お金を使いながらというか、はいはいそうですね、ノリがあるからうちのお客様としてはめちゃくちゃありがたいんだけど、はい、まあちょっとやっぱパラダイスさん含めて、うん、まあね今パラにやっぱりちょっと変な人たちをちょっとつるみすぎというかやっぱあって、でも特別料金取ればいいですか、例えば10万でも20万でも変わんない人じゃないですか、そうです別にね、まあね、そうそうそう、お店のためだったらお金はあるんでね、でパラニンパラニンでやっぱり今すごくあの TikTok で生配信してるんですけど、よろしいね、はい、それがこの間バンされちゃってどういうこと、あの、ね、多分いけない発言があったんでしょうね、多分なんかバンされて、でも TikTok でフォロワー300人いないと生配信できないらしいんですよ、うん、だから新しいあのアカウント作ってみんなでフォローしてくださいってめちゃくちゃ活動してるんですよ、やっぱそれが本当に収入源なんですよ、パラニーのらしいね、はい、おたけさんももんじゃ TikTok、 いやそれそれそれこそ最近、はい、もうたけのこ TikTok バイトの子をみんなでやるっていうのは、まあ、お店にお客さんも呼べるし、はい、いいと思ったんだけど、それはやろうかなと思って、うん、料理 TikTok ね、こうトン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 みたいな感じで、そうそうそう、正直あれでね知ってきてくれる子とかめちゃくちゃ多いじゃないですか、今多いじゃないですか、それで今知ってるから実際食べログとかそういうサイトで見る確かな情報もあるし、動画で見たいって時もあるし、そうそうそう来てくれるというか集客は、意外と TikTok が結構、はい、その、あの、踊り動画とかじゃなくなってきてると、そういう使い方も、いやちょっとちょっとごめんね、本当俺もまあ、はい、基本は本当皆さん本当にやりがたいことにいいお客様だけど、はい、ちょっと中川パラダイスだけはちょっと、はい、ちょっと出禁の可能性、出禁、ちょっと外に顔写真貼っとこうかなっていう面白いですけどね、出禁、ね、になってたら、出禁ですっつってパチンコ屋みたいな感じでね、ここの顔で出禁です、いやしかもそうだ、ね、こっちに引っ越したっていうの聞いたのよ、だから結構前3年前ぐらいからいるからね、はいはい、パラニーはちょっとお腹減ってきませんか、そう、じゃあちょっとせっかくだから、はい、いいですか、お願いします、okay、これがメインだからね、だってもう何年も前からタケノコは来たかったけど、そうそう逆に俺ら月島に来ないじゃない、やっぱりだ、それこそ伊地知さんとかアントニーとかみんな来てるんですよね、あ来てるよ、アントニー、ニューヨークは来ました、ニューヨークこっちは来てないか、来てないですか、うん、ニューヨークって前のとこも来てくれてたっけな、前そうオープンしたての時から行こう行こうって言ったらなかなかね来れなくて、そうだね、だからこれすごい、でもあニューヨーク来てるじゃん、ほらデニスとニューヨーク、本当だ、おたけ軍団、あ屋敷来てるわ、参上、前は来てんじゃない、だから8年前来てますね、そうか、おたけ軍団を正式なメンバーを教えてほしいんだよね、おたけ軍団を正式なメンバーってナンバー2は誰なんですか、ナンバー2で扱いだと誰なんですか、おたけさんが組長だとして若頭は誰なんですか、なんか冷静に俺もこの間たまーし考えたんだけどさ、はい、まあ本当にナンバー2とかでも本当に慕ってくれるとかなんかいろいろあるわけじゃない、はいはい、ってなったら伊地知しかいないかも。ノブくんじゃないですか。ノブめっちゃ仲良かったじゃないですか。いやノブ仲良いけど、だからノブくんも結構さ自由奔放の方じゃん。あ、まあそうですね。あと結婚しちゃったしね。なんか伊地知の方がまださ古文派だじゃん。はい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 。はい、でもそのなんだろう、おたけさんが、はい、僕おたけさんの俺大好きなイメージが意外とあのすごい伊地知さんを兄貴分として可愛がりつつ、あの主催ライブおたけさんがやるって時に。うんうんうん、で、おたけ軍団呼びますっつって、うん、あの、ノブ君とキョンを呼んでたの。で、そこは今日シビアだよね。で、その、伊地知さんなんで呼んであげないんですかっつったら、いや、あいつ、お笑いの舞台で輝ける人間じゃないだろうっつって。だから最終的には、あの、おたけさんがバーやって、そこのマスターを務めさせたいっていうね。そう。だから後輩として可愛がってるけど、まあね、お笑い芸人として可愛がってるわけじゃないんだよね。そうなんだよね。地元の後輩として可愛がってるくらいの。はいはい、おたけさん正直あの結構飲まれてたじゃないですか、昔結婚前とかって、え結婚前飲まれてたじゃないですか、うん、その時に普通には誘っては来ないけど、今日女の子いるから、うん、あの飲むから来いよっ て、 ってあの女の子がいる時だけめちゃくちゃ来る芸人とかっていましたか、女が来るから絶対いるじゃないけど、はい、もう女がいる時に絶対いるなってイメージある芸人は、はい、金ちゃんだね。え、マジ？おたけさん。おたけさん。はい。違う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 。今アントニーとか屋敷って聞きたかったんだろ。これやめてください。金ちゃんだよ。なんすか？金ちゃんのが絶対いるね。女好きですから金ちゃん。でも金ちゃんが一番ね。金ちゃん一番ね、まさかだ、まさかだった。クリーンな飲み方してますよね。でも。いやそれは変な飲み方しないよ。はいはいはい。あんまりみんな変な飲み方しないじゃん。はい。
だからみんなギリ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 のラインで逃げ切ってると思うんだよね。芸人諦めた。お待たせしました。よっしゃ、来た。マグロステーキとセセリー。おだいさん。はい。ちょっと、はい、これでいきましょうか。ここ何屋でしたっけ？もんじゃ屋。もんじゃ屋です。もんじゃ詳しくない。いや、うまそうですよ。うまそうですけど。うまそうですけど、もんじゃ詳しくない。でもあれでしょ？おすすめが食べたいって言ってたよね。おすすめ食べたいです。はい。おすすめ。いやいや、あの、マグロステーキで1位に。いや、右。一旦揃ったのおすすめじゃないですよ。そこの1位にじゃ、こっちでしょ、普通。もんじゃでしょ。特製タケノコか、おたけスペシャルか、このね、マーボースペシャル。これもうまいって言ってましたよ。違うんですよ。ごめん。ちょっとやっぱ仕込み前だったのよ。仕込みきれてなかったの、まだスープが。でも見て、でもこのマグロ見てください。めちゃくちゃうまそう。ちょっとマグロとこれで今日ちょっと食べてもらおうかな。まあまあ、僕らが突撃しちゃったんで申し訳ないけど。ないのか、じゃあ今度もうもんじゃプライベートの時に。そうっすね。これもおたけさんっぽいんじゃないですか。それはさ、もんじゃじゃねえんだ。皆さんでも本当にね、麻婆スペシャル、麻婆スペシャル昔から有名ですよね。あるよ、麻婆スペシャルね。特製タケノコっていうのは昔からってやつですか？あるよ。おたけスペシャルが新しい。でも、だいたいテレビで取り上げられたら、麻婆。そうだね、麻婆と、まあ、麻婆出すことが一番多いかな。はいはいはい。ありがとうございます。まあ、じゃあちょっと、この2つを今焼きますんで。はい、うわぁ。これは嬉しいな。マグロステーキとセセリ。セセリ。まあ、普通なんだけど、大したことないんだけど、はい、まあ、いつもだいたいこういうのは、はい、もんじゃやって、もんじゃ食べるけど、最初はちょっと鉄板焼きで、ちょっと。あ、そうですね。ちょっとさ、鳴らすみたいな。ちょっとこの手際だけ取っといて、こっち来てもいいから。もう。普段からこうやって焼いてくれるんですか？そうそうそう。嬉しいな。これファンの人やっぱ、結構来るんじゃないですか？そうだね。やっぱそれ来ていただいてるね。実際、おたけさんが、直接ここでだって。で、マグロ、ほんとこのスタンスで。うわぁ。これマグロステーキっていうのはこれ生でもいけるものなんですか？いけるいける。生でも食べれるけど、すごいレベルの。まあ一応焼くね。料理うまいからね、本当に。今これ仕込み、味付けとかも全部俺だからね。あ、そうなんすか？そうそうそう。今そこでタレ作ってたじゃん。はいはい。あ、じゃあちゃんと料理なのよ。鉄板とはいえ。そうそうそう。ちょっと、あら。ちょっと、あら。これだ。もできるんですね。ちょっと、あとの先生にも。わぁ、うまそう。これはちゃんとお肉屋さん、ちゃんと通して、入れてるんで。お肉屋さん通して。そりゃそう。あの、焼肉だと思ってないです、別に。お肉屋さん通してでしょ、そりゃ。いやな、スーパーで買ってるのになんじゃないのみたいな思われたら。なるほどね。田舎銀ちゃんと違うと。はい。うちはもうスーパーでできたものを皿に移してそのまま出してるんで。料理とは言えない。いいね、これ。でもこれめっちゃいいね。やっぱ、おたけさんが実際焼いてくれて、この間に、あのお話ができるもんね、ファンの方と。だから意外とありがたいことにさ、ここでこう焼くと、確かにちょっと会話止まるんだよね、お客様が。どういう状況起きてんのみたいにやっぱなるんで、俺が普通に焼くから。はいはいはい。でもなんとかね、じゃあその焼いていきますねって、この、なんて、ちょってなるやつ。あれあれって。普通だったら、ちょ説明、一応なんか、ないから、普通に焼いて、あ、ごめんなさいみたいな。普通にあの、うわ、うまそう！うまそう！うまそう！じゃあもう本当にガチでもんじゃを焼き屋やってるってことですよね。もんじゃをやってるやつ、これ。本当に何かスキャンダル起こしても大丈夫ですね、これね。ん？スキャンダル起こしても大丈夫ですね。でもお笑いに支障出てんだよ。金曜日の仕事を断り出してるから。そう、スケジュールがちょっと言ってましたよ、太田さんが。本当にもんじゃ優先だから、あいつのもんじゃ焼き屋に負担をかけないように単独のネタを作って練習してるって。大変なんだよね、やっぱ週末は。お店が。いつも一番混むときは金曜日ですか？いや、やっぱ土日だけど。ああ。だけど。もう芸人と一緒じゃないですか、忙しい。これ逆に狙い目の時ってあります？お店？はい。ちょっと今度来たいなと思って。いや、やっぱ平日がやっぱそれはそうだね。平日の昼とかですか？平日の昼が一番もう無敵。だ皆さんが芸人なんでさ、はい、お休みとかも、まあ、バラバラじゃないですか。はいはいはい。平日に来ていただいて、で、その、平日のお昼とかからも昼飲みとかで、はい、じゃあ食いながらやってくれたら、はい、のうちとしても、入りやすいし、はい、まあ皆さんも。うまそう。ちゃんとしてるわ。すごいね。うわ、うまそう。うまそうだわ。いや、めっちゃうまそうだわ。自撮りのせせりなんですね、これ。そう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 。うわうわうまそう。おたけの盛り合わせが気になりますね、やっぱ。おたけの盛り合わせ。おたけの盛り合わせは、何が入ってるんですか？
まだいろいろなんかあるじゃん、その時。その時おすすめのやつをちょっとこう集めて、やるんだけど。いいなぁ。俺実際居酒屋金ちゃんもさ、正直ほんと、6、7年前めっちゃ厳しかったじゃん。もう潰れるかもって。まあ、ありましたね。タケノコもその時期があったか聞いてみたいのよ。ああ。タケノコちょっとやばいな、潰れそうだなって時あったんですか？だからここまでやってきたのはやっぱうちの母ちゃんがさ、はい、こうずーっと一人で盛り上げてくれてたから、はい、意外とこう、うわあ特製のタレだ。そうそう。あ、じゃあ割とこの激戦区だけど、うん、今はもういいし、はい、うまそう、まあ、こんなこと言うのもなんなんだけど、もんじゃって、うん、弦が低いのよ。ああ、結構ね、まあ、その言ったら、はい、高いもんじゃないじゃん。はい、あとあの使うものが結構似てるから、うん、あのロスが少ないから、うん、えでも本当ゆくゆくは、うん、要はチェーン展開とかそのできたら嬉しいね。タケノコちょっと味見だけ、はい、OK、こんなことやんないよお客さん、はい、はいはい、もちろん今だから、うん、うまそうだよ。もう食べれます。 OK、 オッケー、いただきます。じゃあせせりから行く。じゃあせせりから、あ、マグロからじゃない、マグロから、マグロうまそう。中澤本マグロさん、マグロさんもいるし、せせりも味付けも全部、はい、ちょ、あのいただきます。うん、熱っ。うまっ、やわらけいい。うん、あ、うん、うまくね、うまっ。生姜効いてて味付くうまいな。うまいわ。あの何これ、タレがうまいね。あとマグロなのに全然パサパサしてないね、うん、何これ、しないでしょ。うん、何なんですかこれ、うまいっすね。まあね、マグロって焼くとあんまり絶妙なんだ。焼いたら結構パサついちゃったりとか結構、はい、うわこれ絶妙、絶妙のところの部位使ってて、はい、あかといっていいところで例えば油乗ってる、じゃあよく一番いいじゃ大トロ使いますとかするじゃん、はいはい、それはそれでね、ほどけちゃうのよ。うん、まあ、ちょっとせっかくなんで、あ、ありがとうございます。ラムネと、うまっ。ちょっとこれ上手でもうまいっすね。こんな感じでまず入り口入ってもらって、こっからまあ本当はもんじゃに進んでいくっていうのがうちの。めちゃくちゃ美味しい。これマグロステーキ絶対頼んだ方がいいかも。そう、これだからあの、うん、本当にこう見ていただいてる方は、まあ、これ入り口にもんじゃを食べに来てもらう。もんじゃは来てのお楽しみっていう。確かにこれサンプル動画ですね。だからもんじゃはここに来てのお楽しみ。せせりもうまい。せせりも、うん、あっうまいね。完璧。あうまい。うまいわ。よかったわ逆に。俺もさっきはさ、もんじゃじゃないんですかとか言っちゃったんだけど、うん、俺実はもんじゃ焼き屋ってめっちゃサイドメニュー好きなんだよ。わかるよ、わ、うん、かるよ。実はもんじゃって最後に1個でいい、うん、そう、俺もお好みともんじゃ、あれ、おたけさん、ここお好みはないんですよね。あるよ。あ、あるんですか、お好みも。当たり前じゃん。お好みのが結構好きだったですね。これうまいね、マグロステーキ。お好み、うん、お好みはあるよ。あのちょっとこれだけは言っておきますけど、うん、本当におたけさんの料理の腕はもう昔から有名です、確かというか、うん、あと飲食店のセンス、うん、結構昔からね、うん、ちょっとせせりとちょっとレモンも、あ、ありがとうございます、うん、あの無限大の近くのあの霊郷とかさ、はいはいはい、全部若手の頃に全部教えてもらったのもね。おたけプレゼンツだもんね、うん、まあ、ご飯はね、未だにもそうだけどやっぱこう好きだから、やっぱお金かけますよね、ご飯に、ね、ご飯はかけれちゃうね。うん、いいでしょ、ほんとこの辺りさらっと食べれてさ、めっちゃ美味しいです。でこれをさ、大体今これ本当にリアルに量も持ってないし、はいはい、あのあれってちょうどマジでこれ1人前なんだけど、うん、でこれでさ、大体4人ぐらいで食べるとさ、はい、ちょこっとこんなもんで、うん、ちょっとお腹すき出すみたいなノリでもんじゃいけんのよ。いいですね、ちょっとエンジンかかる感じで。そう、ちょっとレモンも絞るとさ、レモンもいいやつですよ。せせりもちょうどいいぐらいの味付けでしょ、はい、ちょっとおいしい、濃すぎないこの。でお好みだから、例えばこういう人はちょっとお塩かけてとかっていうのは、まあ、もんじゃ処理できちゃうから、ここに卓上調味料があるから、まあ、それもやっぱり魅力なのよ、言ったら、
うちとしてはこう下味つけてこう出すけど、こういうのが好きな人いたらお好みでっていうね、お好みでちょっとお塩を振るっていうのがやっぱこれできちゃうから、はい、でレモンとかでこうちょっとさっぱり食べてもいいし、美味しい美味しい、タレがもううまいね、めっちゃ美味しい。これ変な話ちょっとバカにしようかなぐらいに思ってたんですけど、うん、え、思ってたの？できないぐらいうまいですよ、ちゃんと。でもちょっとお塩だと、それ塩で、あのこれ、これ塩ですか？塩、ちょっとかけて、ちょっと濃くして、はい、ちょっと、あの、だからあえて、変な話、はい、強めにしてないのよ。はいはいはい。要はあとはお好みでってことですね。そう、このままでも十分美味しいですよ。食べて、強すぎて、実は弱めがいいって人いるのよ。あ、はいはいはい。足し算もできるけど、引き算はもうできないから、料理はさすが。だからこれで出してちょっともし薄かったりしたら味をつけてんですけど、ちょっとお塩とかあの味の調整をしてくださいって。いやー、これセセリも抜群に美味しいですけど、やっぱマグロが、マグロいいですよ、はい、これは絶対。ここのあれがいいかも。あのやっぱ先輩から仕入れてるだけありますね。それはそうよ、築地から。このそのあ、そっか、今豊洲か。今豊洲になるの。タレがこの焦げたこのここの味、そうそうそう、絶対うまいの。ここのこれがもうね、でも豊洲も築地も近いから飲食店にやりやすい地域ではあるんですか、月島って。その仕入れとかで言ったら。いや、そうだよ、やっぱりその、はい、仕入れがいいっていうか、やっぱ、うん、何かしらこう周りに 何屋さんやってるって言ったら、乾物だったら乾物屋いるとか、はいはいはい、やっぱいらっしゃるから、やっぱそれやっぱ普通のさ、一から飲食始める人よりかは、うんうんうん、話通しやすい。俺もとかもいろいろその来たら、はい、ちょっとこんなの入れたいんだけどなんかないですかって聞いて、はいはいはい、あるよっていう。まあ言ったら世の中で食べたさ、ちょっとした例えば一品物とかもさ、はい、こっちにないことないから、はい、ちょっとしたさ、わかる、ちょっとした一品料理もさ、はい、これどこで売ってんの、はい、みたいな、あるじゃない、ね、例えば漬物一つでもさ、はいはいはい、この漬物ってなんどこで買ったのみたいな、はいはい、もう絶対自分では作ってなくてあるじゃない、はい、ありますあります。そういうのを出してんのも飲食で別に全然あるわけで、はい、そのラインとかも大抵話通せばあるね。大体あのもう知り合い捨てに、うん、市場で悪そうなやつが働いてる市場に言えば、そうそうそう、もう手に入っちゃう。そう、悪そうなやつでも市場の中では本当にもう下っ端だったりして、上には俺がいるみたいな。ほんと、サップ西成みたいなばっかりで。俺のでかい番みたいな。いや、ほんとに。いやー。いや、うまい。うまいね。しかも、おたけさんグルメだから、いろんなところで食べたやつを、あれこれちょっと真似してみようみたいなのもあるんですよ。そうなんだよ。ね、結局、料理として成立してお皿で出されたとしても、はいはいはい、うちだったら別にこれお皿飲んないで、もう言ったら俺鉄板のことお皿って呼んでたけど、ここでやっぱ用意できちゃうとか、はいはいはい、ここでどうにでもなって、はい、ほんと何でもなっちゃうね。信用できるよ、相当これは。これでもマグロステーキは絶対頼んだ方がいいと思いますよ。うん、いいでしょ。これほんと絶対。いや、1500円だから高くないじゃん。高くない。だって相当いいマグロだと思う。しかもあれ、焼いてこんなにパサつかないマグロってね。でしょ？これは料理わかる人だったらパサつかないでしょ。はい。やっぱマグロって俺あんま火入れるの好きじゃないの。わかるよ。でもやっぱりね、うん、この油も程よく乗ってて、うん、これ部位がやっぱり秘訣があるんですかね。逆にめちゃくちゃいいところって言ったらそういうわけじゃなくて、脂も乗ってんだけどほどけない、ちょっと筋が逆に言うと入ってるとこう、うん、実は出て、うんうん、はいはい、焼くと筋が気にならないのよ。あ、そう、生で食べたお刺身とかで、はい、筋ばっちゃって、ね、筋があるところってちょっとあるじゃない、気になりますね。あれが焼くと、で逆に言うと焼くとこう相乗効果でほどけなくてバラバラなんだよ。誰か来てます。あ、シールの格安が、格安さんが、すいません、ちゃんと酒屋の方も来てる。タケノコの店主の顔、店主の顔だ。いや、いろんな業者さんとか来てくれて、はい、まあね、一応こっちもこう、はい、だからなんかちょっと一瞬、はい、えみたいのとかありそうなもんで、はい、はい、まあ、今のところゼロだから、あのあれおたけさんですか、いや、ない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 ですか。いや、でもそうだね、ちょっとこれ流行っちゃうと思いますよ。流行っちゃうというか、今以上に。多分、食べたいって人が、いや、だから、もうだって、もうこの店舗で来れる最大客数はずっと来てるってことですよね。金土日は。正直な話、って感じするんだよね。結構よ。あ、どうも、お世話になってます。あれな、あれバイトの。え？バイトの子。あれ、髪切ったの？いや、タモさんじゃないんだから。髪切ったの？ちゃんとバイトの、
従業員の方もいて、あ、すいません、おいくらですか。はい、ちゃんとなんか俺もやりてえな、こういうの。え、まさかお前居酒屋金ちゃんよく出てきたんじゃないのか、お前。でも俺ちょっとあるんだよね、そういうの。その最終的には居酒屋金ちゃんとかでのらりくらり余生をっていうのちょっとあってさ、正直。いや無理だよ、俺何で暮らせばいいんだよ。じゃあ一緒にちょっとその月一その居酒屋金ちゃんで漫才。ギャラは飯飯で、ただ飯ただ飲みで。なあ、もう帰ってくれ。もう仕込みなんで11時なんだよ。いや、もう本当に仕事だ。ちょっとやりすぎてるな。やりすぎてるわ。長く言いすぎました。そうか、もうバイトの子来てるなんだよ、これがよ。もうこれ全部流します。いや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 、あの、パラダイスさんの部分以外。はい、いや、パラダイスさんの部分大丈夫だよ。じゃあ、ちょっと、お疲れ様でした、すいません。そう、うん、ちょっと、はい、ちょっと本当に。言っといてよ、ちゃんと。はい、一応見てくれてる方来てほしいからね。はい、はい。うちも宣伝。そういう、ここに、来てくれるの方見てる？見てます。いや見てます。意外と見てます。反射じゃない。反射じゃない。反射じゃない。見てる人本当に。大丈夫です。割とでも、皆さん本当にめんどくさいお客さんはダメで、ちゃんと売り上げになる、うん、あのちゃんと食べに来たい人、うん、もんじゃを美味しいから。僕らで YouTube で紹介したら、あの YouTube で見て行きましたって人結構いるんですよ。なんで。いやでも今本当に、はい、あの鬼越のチャンネルは本当に人気だし、うん、もう結構いるんとこでも。鬼越チャンネル見てるって言われること多いもん俺。あ、本当ですか。うん。でも飲食店初です、はい、あの案件とかじゃなくて自分たちで先輩のお店とか知り合いのお店に来たら完全初です、はい、でもこれこそさ、はい、これうちこう出させていただいて、はい、うちのお店にお客、鬼越チャンネル、まあ見に来た、あの見てきた人は言ってほしいのよ、はい、あ、はい、でそれが言ってくれたってなったら本当にこんだけあるんだってなったら、ケミラーのこのチャンネルっていろんな飲食店行けるようになる。ああ、そうですね。飲食店オファーが来るわけで、はい、そうですね。じゃあ小竹さん、もしお客さん来てくれて、鬼越トマホークの YouTube チャンネル見たよって言ってくれた方には、一応 20% 増しで、20% 増し、増しで、お金あるでもさ、でもできればじゃ言ってほしいですよね。いや、それは言ってほしいし、ね、やっぱり言ってくれたら、はい、やっぱうちの睨みは聞かせないと思うので。わかりました。それを全部、はい、こんなに内側のこと喋ってくれる飲食店ってないですか、はい、ね。ないよ、はい、ちゃんと睨みつけられるよっていうことを覚悟の上で。そうですね。で、味も本当に美味しいので、皆様。うん、そう、もんじゃ来てからにしてよ。はい。もんじゃをごとまた、もんじゃいろんな種類ありますけど、最初来た人はどれ頼めばいいんですかね。一応。お竹さんだったら。はい、いや、もうここで関係する特製たけのこもんじゃっていうのがあるんだけど。はいはいはい、まあ、お竹スペシャルとか、麻婆スペシャル。うん、まあ、おすすめ。一応全部なんとかもんじゃってないけど、もんじゃって基本的に混ぜたら一緒だから何食べても味一緒だから、はい、最後に言わないでください、そんなこと。最後にもんじゃ焼きさんが言っちゃいけない言葉を、はいね、さあということで皆様ぜひ、はい、竹の子月島にありますので、はい、駅からもすぐに、はい、何分でしたっけ。15歩駅から15歩これ以上かかりました。正直15歩です、はい、なのでぜひ皆さん来てください。最後じゃあ生のありいただきます。はい、お願いします。それでは皆さん行きましょう。はいはい、大竹、成功じゃー。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。